サッカー U から23日本代表は現地時間19日、AFCU23 アジアカップケンパリ五輪アジア最終予選グループ B 第2節で U23UAE 代表と対戦した。試合は2対0で U から23日本代表が勝利。この結果により、日本と韓国のグループ突破が決まった。 中国メディア、直巻場が母国の早期敗退を嘆いている。U23 中国代表は16日に行われた第一節で U から23日本代表に0対1の敗戦。続く第二節の U23 韓国代表戦では0対2で敗北。この結果により、U23UAE 代表とともにグループ敗退が決まり、 パリ五輪の出場権を逃すこととなった。同メディアは母国のグループリーグ最終節を残しての早期敗退に暗黒期だ。中国代表は2012年から五輪出場を逃し続けていると表現。記事では中国女子代表にも触れ、男女共にパリ五輪の出場権を逃したことを嘆いた。 現行の23歳以下の出場資格となった1992年以降、男子が出場したのは開催国枠だった2008年の北京五輪のみ、アジア予選を突破できていない。さらに、女子は北京五輪以降、二度出場権を獲得しているが、パリ五輪アジア予選で敗退。男女共にパリへの切符を逃すこととなった。